さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、関西大学行ってみたいと思います。では、設問形式、皆さん、下線部説明と内容一致問題でできているんですが、皆さん、内容一致問題は他の大学でも練習ができますので、関西大学ならではということで、皆さん、下線部説明ですね。これは皆さん、やりがいがあるかと思いますので、これで行きたいと思います。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、これを一読していただいてですね。そして、下線部一番、まあ、問いの一番ですが、皆さん見えてるかと思います。言い換え可能なものとして適切なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、ヒントはですね、おそらく下線部の左側だと思います。このオレンジの線引っ張ったところですね、見ていただけるとよろしいかと思いますが、People who speak more than one、つまり2カ国語以上ですかね、喋れる人たちっていうのは、例外です。つまり少なくとも、マイノリティ、少数派だという内容ですね。で、それがオポジット、反対。対と言ってますからね。ですから皆さん、その内容で選択肢選ぶことができているかと思います。で、皆さん、もちろん少数派の反対ということは大多数ですよね。だから大多数の人たちが2カ国語以上喋れますよというふうに言ってる選択肢が見つかっているかと思います。ですから正解は A ですよね。皆さん、出だし、マジョリティ、大多数の人たちが2カ国語以上喋るという話がしっかり書かれております。ですので A バッチリということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはどこですかって言われたら、この線引っ張ったところですが、皆さん、ザットが一応先頭にありましてですね。皆さん、このザットは皆さん気づいているかと思いますが、think that、think の目的語ですからね。これは皆さん2つ並列しているというところでいいかと思います。ですから、一般動詞の右側ですよね。もちろん文末というふうに考えていただいても情報構造バッチリです。で、皆さん、もう一つ、以前からお話はさせていただいてるんですが、皆さん、オポジット、反対ですよね。まあ、いわゆる対比ということですが、対比も設問のヒントに大きく関わってきてくれますからね。これもぜひ意識しておいていただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、続いて下線部2番でございます。皆さん、選択肢この3つですからね、適切なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、もちろん意味内容上はですね、文頭の皆さん、not all ですよね。部分否定が、来ておりますけども、すべてのバイリンガルの方たちが同じレベルで、2カ国語を喋れる。というわけではないんですよという話ですね。ですから皆さん、同じレベルというような表現と皆さん、言い換え可能な選択肢が見つかっているかと思います。で、皆さん、もちろん正解は A ですよね。皆さん、equally well、同じという話がしっかり対応しております。もちろん意味内容上もですね、確認いたしますが、ズバリンガの形全員が同じレベルで喋れるわけではないんですよということです。ですから、同じレベルで喋れる人もいれば、そうじゃない人もいますよということですね。ですから選択肢の A、サンバイリンギャルズ、キャンスピークトゥーラングチーズ、イーコーリーウェルということで、まあ、同じようにですね、喋ることができる人も中にはいますよということです。ですから皆さん、文頭サムバイリンギャルズとなってますね。ですので、選択肢の A、これが言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんヒントとした場所ですが、皆さん、下線部2番、文頭にもう否定語いますからね、否定語から右側が最大のヒントですよ。そして、もちろんこれも文末ではありますが、the same level ですね。まあ、前置詞の右側と考えていただいてもいいし、文末ということですね。だから、文末に注目というところで情報構造はバッチリです。
皆さん、先ほどの段落の後半部分でございます。皆さん、ここから下線部3番、選択肢これですね、1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、下線部後半見ていただけますと、Want good enough to meet the need ですね。あまりよろしくない話がしっかり書かれております。で、皆さん、これが皆さん、ちょっとその次の文章にですね、ちゃんと引き継がれてるんですね。But couldn't read and write one of them ということですから、読んだり書いたりはなかなかできませんよという話ですね。ですから、否定的な内容で皆さん、ちゃんとつながっておりますね。ですから、皆さん、この波線のところと言い換え可能な選択肢が見つかっているかと思います。ですから、正解は C ですよね。皆さん、inadequate、不十分ですよという話がありますね。ですから、皆さん、両方とも2カ国語とも読んだり書いたり喋れたりできればいいんですけども、そうじゃないものもありますよということですので、適切ではないということですね。ですから、否定的な内容をバッチリ、答えは C ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントとしたところですが、この波線引っ張ったところですね。否定語から右側。否定語から右側ですよね。で、もちろん正解となった選択肢 C も、確かに B 動詞の右側ではあるんですが、inadequate 否定語を含んでますからね。ですから、否定語を含んでるところがかなり重要ということで、よろしいかと思います。皆さん、お疲れ様でございました。では、下線部説明、解き方ですね、ご覧になっていただきましたが、下線部、もしくは下線部の前後ですね。それの内容と、皆さんが、正解だなと思う選択肢を見比べて、デイブさんがやっぱこれですよね。ニアリーイコール。言い換え可能なものを選び出す力が、試験当日求められているというところでございます。ですから、それを皆さん意識してですね、このやらちとスタディもやってまいりますし、もちろん皆さんの方でもですね、多分、問題集等々頑張っていただいているかと思いますが、とにかく皆さん、言い換え可能なものを常に、意識していただけると、それが、いい練習になるかと思いますので、頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。